ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好きジャガーズです。じゃじゃーん、ジャニオタは神様です。さあ、というわけで今日はですね、ジャニオタって神様じゃない神様じゃないですか、神様じゃないですか、そうですね、そのお話をしたいとなと思うんですけど、どういうことかというと、僕たちもこうやってね、ジャニーズの人にいろいろ感謝させてしながらお仕事してるわけじゃないですか。そう、それだけじゃなくてジャニーズの人にもめっちゃ助けられてると、僕たちも自身こういう仕事してて、あるそれの感謝を込めて、ジャニオタこそ神様ですってお話をしようと。おお、あるでしょ、なんかいっぱい。僕ね、すげえ覚えてるのは、一番はいろんなイベント先、営業とかで全国回させていただいた時に、やっぱジャニオタの人が、その地域のジャニオタの方が集まってくれるんです、でみんな時短のうちわ持って、そうで、ペンライトとか持って、タオルとか持ってくるから、応援してくれる。ものすごい、なんか本当コンサート会場のような盛り上がりになるんですよ。まずいろんな営業先でこんな感じのは初めてです。お笑いのライブとかでこんな岩とかがいっぱいあってなるとか。で、でも僕たちは分かってるんです。そのたくさん持ってるうちわの中に僕たちの顔はないってこと分かってるんですけど、でももう知らない人からしたら、関係ないから、すごい人気の、すごい盛り上げてくれて、その呼んでくれた劇場も会場も喜んでくれるし、過去ね、あったの、過去最大人数入りましたって、この会場で、そのジャガーさんが最高人数いきました。その前はアンパンマンションですって言われて、アンパンマンション超えたの。すごいすごいよね。埼玉のとあるそのデパートで営業をやって、その時に告知するのが意外と1週間ぐらい前だったんですよ。そうそう、ギリギリに決まってね。でそれで、一応たくさん来てくれたんですよ。でもその後に、え、来てたの知らなかった、焼きたかったっていう、そのお店側への要望がすごくあって、もっと早く告知してほしかった、ジャガーズ見たかったって言ってくれて、その1ヶ月後かな、1ヶ月後だよ多分ね、もう一回同じ場所すぐ呼ばれて、そんな短いスパンでないですよね、なかなか。で、2回行った時に、1ヶ月前と同じことやるよーって、ほぼ一緒だよーって言いながらやったけど、でもそんなことも普段普通ありえないから、営業先で1ヶ月後で呼ばれて、ね、また呼ばれるとかもなかったしね。でもね、何よりね、シーン覚えてるかな、多分覚えてると思う、トラウマの話が1個あるんですけど、オートレース場のお仕事で、でっかいモニターがある前でネタをやるんですけど、で会場がもうオートレースを遊びに来てるおじいさんとかもばっかりなんですよ、で中に数人ジャニオタの子が入ってくれて、うちら皆さんの人もいるんですけど、みんなもうやってる最中、次のレースまでの予想をただこうしてるんですよ。そうそうそう、だ室内だからゆっくり座れるし、でそこにいるだけみたいな。でもその時間つなげネタやるっていう、そこでやって、いつもみたいにあの最後につなその時投げたりしてたんですけど、じゃあ最後投げるよーってね、チアが息よいよと、めっちゃアイドルスマイルでカーンって投げたら、そのボールがポーンっていって おじいさんの前にポーンと来て、でちょっと軽傷だったのかな、そのボールがコロ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 って転がるのを4人ぐらいのおじいさんがただこう目で追うっていうのがあって、うわーさ、やばいやばい、めっちゃ寂しいと思ったら、そこでね、ジャニオタの子がパーって言いながら、あーって取りに来てくれて、うん、いいんですかってもらってもらってって言って、だからそのこっちの悲しい空気を一気に作ってくれて、ありがとう、本当に、あれ本当に神様だったの多分ね、マジでマジで神様に見えた、あの子、あのこのすごく田舎のなんちゃら村みたいなところとかでも、営業行って、いやここまで来ないだろうさすがにと思ったら、結構来てくれたりとかして、で車で何時間もかけてきましたとか、隣の県から来ましたとかって来てくれるから、なんかすっごいありがたいというか、その絆というか、ジャニオタの絆。でもすごいのが、どこ行ってもそうなんですけど、みんな愛情はジャニーズで、もちろんジャニーズの愛情だから、出待ちとかほぼいないです僕
スムーズに入ってスムーズに帰れる。でも出番は盛り上げてくれるっていう。あれすごいね。寂しさというかそこは勘違いしちゃいけないの。ちゃんと毎回自分で思ってる。なるほど。このキャーは盛り上げてくれてる、この空間のキャーで僕たちもそこに盛り上がって一緒に楽しもう、この時間もっていう感じだから、あなたへの愛のキャーじゃないよってのはすごく噛み締めてる。朝、一回本当はあったもんね、警備員ついて帰って誰もいないの。すごい人来てるから警備員、警備員をちょっと倍に増やしますって言われて、急遽倍に増やされて、で、ネタはやって終わって、警備員がこうやって囲むんだけど誰も来ないから、来なくて、で警備員が多いから歩くのも遅いから、ただゆっくり警備員に囲まれて歩くだけっていう。でそっから言ったよね、大丈夫です、終わった後警備につけなくて大丈夫です。あの朝6時から並んでくれてる子とかいたりね、こういうイベントとかで朝6時からそういうデパートとかのイベントのやつに来る人はいないですよ。そう、あとこれもあったの、デパートの営業でステージがあってすぐここにあのビスキンラビット31があったの、アイスワン、うん、でその時ちょうどジャニーズ WEST かな、ジャニーズ WEST が多分雪だるまかなんかのやつやってて、アイスの、はい、で終わって僕たちがじゃあみんな1部2部だったんで、じゃあ次の2部まで31買ってねって言ったら、めっちゃ買ってくれて売り上げが上がるっていう。ジャイルタとかみんな買ってくれて上がったりとか、ね、あとリアルにね、その ABCD の DVD 買ってねって言ったら2部までの間に買って持ってきてくれたりとか、おーすごい、この間に買いました、うわめっちゃ売り上げに貢献できたねと思う。そのね、絆の感じとかすごく本当に嬉しい。ね、うん、もう本当なんか、なんだ、仲間っていう感じで応援してくれるから、うん、いや本当に助かる。そうです。本当にね、ジャニーズファンの人の絆に感謝、もう神様、その感謝の言葉を伝えたかったっていう、そう動画でございます。で、全国ツアーとかもね、ずっとやってたんですけど、あのコロナでできなくなって、今ね、もうだいぶ落ち着いたんで。またやれることがあれば、ぜひ皆さん遊びに来ていただければね。全国のジャニーズファンの皆さん、ね、うん、仲間の皆さん、来てください。本当に僕らは本当に歌をもう、単独ライブなかなかないですよ。僕らの単独ライブ終わってから全員をお見送りするんですから。お客さんをね。お客さんを。お客さんを見送りします。はい、見送りします。普通に喋ってますからね。そんな単独ライブないですよ。来てくれてありがとうの気持ちだよね、それは。うん、皆さんと、まあ、これ YouTube も解説してね、始めても1年以上経つんで、うん、まあ、この YouTube の企画も何かできたらいいなとも思いますし、はい、ライブで、ね、なくなっても、はい、今日も考えてますんで、今後ともね、よろしくお願いします。はい、というわけで今日は、ジャニオタは神様ですの回でした。高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しい。